ブリットさんのブースに、訪問しております。はい、固定版と新作が混ざってるような。そうです。はい、新作と売れ筋定番商品、これもう3、4年目なんですか。去年から。ああ、なるほど、はい、角度もね、すごい角度は、ね、はい、風量調節、あ、あと逆回転、風向きを変えれるので、はいはいはい、夏は下向きの風、はい、冬は上向きの風をもらって、空気循環。なるほど。風量マックス。そうですよね。もっとすごいゆっくり回ってイメージだった。なんか普通に涼しいですよ。あ、リモコンでね。調節。ああ、なるほど。もう少しゆっくりめのやつ。そうですね。これいいですよ。シールドプラン取り付け工事が必要だったり、気軽に取り付け場所を変更できないのデメリットがあるんですけど、はい、これは気軽に取り付けの場所とか。そうですよね。そうですよね。別に業者さんいらずで、メールさえあれば。パッケージはもうこれぐらいの。あ、これがパッケージ。はい、贈答品としても、そうですね。引っ越し祝いとかね、はい、新築とかあるんですよ。ちょうどこれからの写真生活の、はい、お客様の。すごくおいしい。ラグも結構強みで、中国の生産のチンタオなんですね、はい、チョコボールというのを作ってもらって、そうなんですね、品質だとかコストメリットだとか、はいはい、リーズナブルに、ラグを提供できるという仕組みを、チェックアウトとかってありそうでないですよね。そうですね。これはいはい、伝統的なラグ、はい、ただ梅だとウールがすごく高くなっちゃうんですよ、はいはい、それをなんとかそのお手入れが楽だとか、はい、価格をちょっと抑えたいとかっていうイメージで今回作ったのがこのラグ。ヴィンテージだと何十万も、まあ、結構しますよね、はい、まあ、その滑り止め加工もしてあって、そうです、ね、床暖とかでも対応と、素晴らしい。サイズが4サイズですかね。作りは、これも4年ぐらい新ですね。1本で展開してるんですけど、定番品の45リッター。45リッター。折りたたみができる28リッターと、スリムタイプ。はい、今回新商品で、はい、ランドリーだけじゃなくて、リビングの提案があって、ストッキングの、ああ、これストッキングですね。すべての女性なんですね。ストッキングよりは、リビングを置いたいっていう理由が、はい、あんまり見せたくないんですよ。ああ。簡単なお掃除道具、はい、コロコロだとか、はいはい、ちっちゃいリビングだとか、っていうのを、中が見えないように。ただすぐ使いたい、はいはい、時にこういうのを持っておけば、空間も付けるとか、はい、あとお子さんの持ち上げるとか。なるほど。こちらはガラスボールの照明になってまして、まあ、透過性もいいので空間全体にこう明かりを広げてくれるような照明になってます。はいはい、完全に入ってますね、はい、このバッグ引いて、これも移動できて、はいはい、このバッグはパラシュートバッグのフープがあるんですよ。はい、バッグの時に裏も飛んでたんで、はい、ハンドルを長くしても男性でも肩掛けが、あ、いいっすね、はい、あ、これいいっす、肩で掛けられるとそうですね、大事っすね。シューズケースとラウンドバッグと、ああ、ゴルフのやつ、
はい、後ろのバーハンドルに取り付けられる。ああのマスクが収納できるメッシュのマスケットですね。はい、でこうカラスよけとして、はい、カバンがバッグが持っていかれちゃったりするんですけど、ああありますよね。このハンドルにパーツつけてるんで、なるほど。こうカートにそれごと持っていかれることも、はい、取り付けて、はいはいはい。あこれ意外とあれじゃないですね。そうですね。生地をこうラウンドバッグなんですけど、まあ取り付け斜めにして、はい、ソフトスパイクとかあのついてる、はいはいはい、ゴルフシューズを置いて、はいはい、中はあの破れないように。なるほど、ね。はい。素材に。なるほど、ね。サイドポケットついてるので、はいはいはい、あの予備のスパイクだとか。なるほど、ね。あのそういったものが。結構まとめてシリーズで、あの購入される方多いです。うん、自主系ですね。で、一番の特徴はタッチセンサー。あ、タッチセンサーですか。へえ、便利。はいはい。でよくあるあのコードにあのついてる中間スイッチで、はい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 。あの例えば就寝時に。はい。音楽したいとか、はい、珍しかったりするので、はいはいはい、こうベースの部分触ってもらえれば、なるほど、音楽が、で、ボールの高さをちょっと変えて、はいはい、できるだけコンパクトに、なるほどなるほど、はい、ホワイトと3月の22日です、ホワイトとブラック。ブリットさんのブース訪問は以上になります。